ビースト村山プロデュースの最高級プロテインがついに登場。味はグッドうまいリッチストロベリー。筋肉をつけたあなたは下の概要欄からぜひご購入ください。こんにちは、ビースト村山です。今回のテーマはトレーニング前の食事は何分前に取るべきなのかです。どうぞよろしくお願いします。さて、トレーニング前の食事なんですけども、皆さん何分前に食べてますか？まあ、よくある話で、お腹空いている状態の方がいいとか、まあ、逆にしっかり食べた方がいいとか、なんかいろいろ情報があると思うんですが、まあ、私の中ではですね、ある程度決まっています。で、そのおすすめの時間帯っていうのが、2時間前から3時間前には、まあ、食べ終えているっていう状態です。で、なぜですね、2時間前、3時間前かっていうと、まあ、炭水化物、特にご飯とかですね、皆さんトレーニング前に食べると思うんですが、消化吸収に、まあ、2、3時間かかるんですよね。なので、2、3時間前に食べ終えていなければ、トレーニング時にエネルギー化されないんですよね。そして、さらにですね、直前に食べてしまうケースってあると思うんですけども、直前は、いわゆるご飯っていうんですかね、パスタとかそういったものはお勧めしていません。なぜかというと、やはり胃に溜まるとですね、この消化にすごく胃に血液が流れ込んでしまうんですよね。そうすると、トレーニングした時に、なかなか他の部位がですね、パンプアップしないんですよ。で、そういうことによって、やっぱりトレーニング効率が下がってしまうので、まあそうならないためにも2、3時間前には食べて、その栄養が自分のトレーニングに活かせるようにして、で、なおかつ胃には物が入っていないっていう状態がベストになります。で、もしですね、時間がなくて食べれなかったっていう場合は、単糖類っていうですね、糖の吸収が早いもの。まあ、例えば、ビタミンゼリーとかそういったものもそうですよね。そういったものをですね、取っていただいて、トレーニングに活かしていただければと思います。すごくシンプルなことなんですが、こういったことを気をつけることによってトレーニング強度も上がりますし、トレーニングの質がぐっと上がると思いますので、ぜひですね、うまく使っていただければと思います。本日もありがとうございました。